マウリッツ・スティッレルは、脚本家、映画監督、ユダヤ・京都、フィンランド・ヘルシンキに、ロシア及び、ポーランド系の両親のもと、モーシェ・スティッレルとして生まれる。兵役を嫌い、スウェーデンに移り、サイレント映画界に身を投じる。短編映画制作から始まり、1912年には、ビクトル・シェストレム主演のトーマス・グラルズ・バスタバーンが高い評価を受ける。 1919年スティラーは、ヨハンニス・リンナンコスキの小説、シンクの花の歌をもとに、運命の炎という映画を制作した。1920年までには35本の映画を制作している。また、ストックホルムの国立劇場で、グレータ・グスタフソンという若い女優に出会い、彼女にグレタ・ガルボという名前を与えて、イエスタ・ベルリングの伝説に起用した。以来、 彼女の予期助言者となっただけでなく、1925年に、ハリウッドに招かれメトロゴールドウィンメイヤーと契約した際には強引な売り込みで彼女とも契約させた。しかし、ハリウッドに移ったものの、そのシステムに馴染めず、ガルボ主演の映画、名簿剤ありの撮影中に契約破棄となる。その後、すぐにフェイマスプレイヤーズ、ラスキーコーポレーションと契約し、 数本の映画を成功させるが、再び、スタジオと衝突して1927年に、スウェーデンに戻った。スティッレルは、翌年に、胸膜炎で亡くなったが、その功績が認められ、ハリウッドウォーク・オブ・フェイムに、彼の星がある。ガルボとの恋愛関係を疑われたこともあったが、ゲイであったと言われている。ありがとうございます。